どうも、秋田ですいや皆さんちょっとね久しぶりの動画になってしまったんですけど実はねこの1週間っ引っ越しをしてましてバタバタしてて動画を脇のね暇がなかったんで大変申し訳ないうーんなんで今日はまあお詫びと言っては違うんですけどその引っ越しの成果というかね僕の新しいお家新居を公開するとともに 今後の方針についてねちょっと話していけたらななんて思うん、ね、で分かります分かります興味ないねうーん誰も興味ないよ俺の新居登録者何万人の人とかがね新居ですって言って公開して初めて成立する企画ただいいじゃんチャンネル登録者数57人が新居公開したっていいじゃん底辺 YouTuber のね暮らしぶりっていうのがどんなものかっていうのを皆さんにもちょっと知っていただきたいなと思って今回この新居の方を公開していきたいと思います さあ、それでは、早速、自宅の方を公開していきたいと思います。まず、こう、まず入ってすぐに、目につくのは、こちらの、こテレビですよね。ここにテレビがあって、で、ここにポスターがあって、パルフィクションのポスターが貼ってと。こちらが、ま、映画のグッズであったりとか、DVD であったりとか、がこう並んでる、ま、映画コーナーじゃないけど。で、こちらベッドですね。うん、これベッド。まあ、アキラのポスターとかね。アベンジャーズのポスターとか。 で、こちらのジョーズとねシビルウォーの T シャツが飾ってありこれはあのトイレのポスターですねでねまあ多分お気づきの方も多いと思うんですけどそうなんですよコンクリ打ちっぱなしなの壁がちょすごくない結構衝撃的だったんですけどこれ触ってね分かったんですけどこれ触ったらね壁紙でしたコンクリ打ちっぱなし風の壁紙でした びっくりしたー絶対コンクリやと思ったもん初めてここに内見に来た時もうこの壁を見てねうわっすげえもうすぐ走っててうわコンクリ打ちっぱなしの壁紙か壁紙か不動産屋さんもあっあっそこはみたいな伝わったらみたいな感じになってて壁紙だったんですよゴリゴリの木です木造ですでもね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  これ見て、ちょっとぐるって回ります見てこれ見ておしゃれじゃんパルテフィクションのポスターも映えるしなんか映画部屋っていうのにすごく合ってるなんかジャンキーな雰囲気のお部屋なんですごくいいんですよまあ、多分気になってる人もいるでしょうこれ,これはしごはしごがあるっちゅうことは登る先があるっていうことじゃんロフト付きなんすわ ロフトよ !?57 人が住んでいい家じゃないでしょうね、まあ、若干不安定ではありますけども、こう、一歩一歩ね、こう慎重に。さあ、ロフト。こちらになってますそう、今、眼前に広がるのは、フランクリン・マーシャルの紙袋ですね。まだ引っ越しの後が拭えない感じになってますけど、 こちらね、こここうううういい感感じじでですすちらゲスト用のねベッドルームというかお客さんを、まあ、ここで寝ていただいたりなんかして、うん、来ないんですけどまあこんな感じです高さはもう結構ギリギリこの秘密基地感がすごいよね不思議とこう声も小声になっちゃう、まあ、こちらが、まあ、ロフトになっておりました はい、ということで、私の新居の方をですね、一応ご紹介させていただいたんですけど、今後の方針についてと言っても、まあ、引き続き映画のレビューは上げていこうかなと思っているんですけど、他にもね、まあ、映画に関する動画はレビュー以外に上げていこうかなと思ってますし、年明けにはね、ちょっとしたまあ一大企画の方を考えているので、そちらの方も楽しみにしていただけたらな、と思います。まあ、引き続き、 沖田遊戯をどうかごひいきにお願いします。ということで今日は私沖田遊戯の新居を公開するとともに今後の活動方針の方を、まあ、改めて、えー、お知らせさせていただきました沖田遊戯でした。